YouTube 体大学できないとやらないってすごい違うんで、いろんなジャンルスペシャルな方っていうのが出てくるんじゃないかなとも思ってるので、トレーナーの治療とトレーニング、この二刀流について。どうも YouTube 体大学の井上です。今日もみんなで体の勉強をしていきましょう。ということで今日はゲストお二人に来てもらいました。はい、トレーナーの坂です。よろしくお願いします。トレーナーの大滝です。よろしくお願いします。お願いします。ということでですね、今日はトレーナーの第一線で活躍する、坂井トレーナーと大滝トレーナーのお二人に来てもらいました。で今日はこうお二人を交えてお話ししたいテーマというのがですね、トレーナーの治療とトレーニング、この二刀流について、みんなちょっと話をしていきたいなと思います。ピッチャーとバッターじゃなくて、いや違う、大谷じゃない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 、フィールドプレイヤーとキーパーとか、いや違う、ないでしょ、まずないでしょ、聞いたことない。お父さんとお母さん、うるさい時間がないから、ね、時間ないから、はい、トレーナー界ではですね、前提として、メディカルトレーナーとフィジカルトレーナーっていう2つの種類がまずあります。でメディカルトレーナーの人とフィジカルトレーナーって結構分かれることが多いんですよ。目指すところが分かれるところが多いんですけど、最近両方とも学んで両方とも使うトレーナーっていうのが結構多くなってきてます。ただ、まあ、昔からトレーナーやってる方たちから言わせると、なんかそういう2つやるみたいな中途半端な二刀流トレーナーってどうなのみたいなことを言う人もいるわけですね。なのでこの二刀流トレーナーってどうなの、メリットデメリットどんなところなの、これって本当に目指すところなのっていうところをちょっとみんなで話を深掘りして、今後トレーナーを目指す人の何か役に立てばいいかなと思います。はい、ということがテーマなんですけど、これ結構まあ、前提として僕はまず二刀流トレーナーがいいなっていうふうに思っていて、二つとも並行して勉強してっていうふうにしているんですけども、二人はどうですか、まず二刀流ですか。いや、二刀流っていう感覚今までないまま仕事してきてるので、僕一番このトレーナーをやりたくて考えてたのが、世界大会だったりとか、そのナンバーワンを決めるだったりとか、明日、世界一を決める決勝戦なんだっていう思いを持ちたいっていう感覚から始まってるんですよ。すごいですね。そうすると何かあった時に、明日もうそれベストな状態に作んなきゃいけないと思った時にトリートメントは必要、まあ、ケアみたいなこと、あとはエクササイズだったりちょっとトレーニングに関しても必要になってくると思った時に、僕はそれがセパレートするっていうことではなくって、同時に必要な能力スキルなんじゃないかなと思ってたので、二刀流っていう感覚ないまま学生の頃からずっとトレーナーっていうのをやってるって感じです。そうですね。でも両方やってるってことですよね、今だから。うん、その答えで言うと両方やってる。両方やってる、はい。まあ、ただ選手をこういい状態に持っていくには、まあ、両方必要だよねっていう意味で、はい、まあ、当たり前だよねみたいな感じだと、うん、僕の今の中では、まあ、違和感なく、違和感なく普通なこととして捉えて。ありがとうございます。じゃあどうですか。僕もね、僕らが学生の時ってインターネットとか YouTube ももちろんないから、トレーナーにはなりたいと思ったけども、厳密にすごいトレーナーについて調べることがそんなにできなかったと思うんですけども、うんうん、だから僕はなんかもう全部やるもんだと思ってたんですよね、僕も。で、僕が中学生からトレーナーになりたいと思ってたんだけども、入った大学で僕のゼミの先生がトレーニングフィジカル専門の方で、それから専門学校入って治療を覚えてったっていう、もうだからもう本当にこう2つの道っていうか、なんか1個の道に両方があったっていう感じですけども、まあ今の質問で言ったら僕も両方やってますね。両方ですね、うん、OK です。確かにだからこういう感じで今、うん、なんか昔とはもしかしたら考え方が違ったり、トレーナーの現場での役割もちょっと変わってたりするのかもしれないですよね、うん、前メディカルの治療とこのトレーニングってところが結構離れていて、お互いがあまりこう干渉しないような仕組みになっている現場が多かったみたいな話をよく聞くんですよね、昔の人たちと話していると。だけど今はここがお互いをこう歩み寄るように重なる部分がかなり大きくなってきてるっていうのも最近聞いていて、だからもしかしたら我々世代からすると、まあ、二刀流って言葉自体がちょっともしかしたら違和感があって、うん、そもそも選手のコンディションを良くするためにはもう治療も必要だし、そのエクササイズも必要だよっていうのは割と当たり前になってるのかなっていうことですよね、うん、そうですね。じゃあ、まあ、今のお話はちょっと被る部分もあるんですけど、その、まあ、二刀流と定義しましょう。その二刀流、両方やることの
メリットやもしあればデメリットみたいなところ何かありますか？あのいい部分で言うとあの、まあ、どちらも見るわけですからあの選手とかなり長い期間を一緒に共にしながらああでもないこうでもないっていうフィードバックをもう何十回もできるっていうところの良さはかなりありますね。あのどうしてもメディカル専門フィジカル専門ってなっちゃうとメディカルの分野が飛び出した時のそのトレーニングの部分ではどうだったんだろうとか本人にこう痛かったどうだった動きいい感じだったとかっていうフィードバックがなかなか取りづらくなるように感じてました。あのそれをあのメディカルの部分から超えて今度エクササイズトレーニングって言った時にどうあの時の張り感が消えてきたとかあのエクササイズしたことに変わったトレーニングしたことによってまたそこが変わったりいい方向に向かったかどうかっていうのを確認しやすかったなっていうのはすごく今でも感じながらやってる。やっぱりトレーニング専門の人がもし別でついたとしてもその人がやってる内容が何のためにやってるのかっていうのもまず理解深まったりするわけですよね。そうですね、はい、いない時にも何かやってたことの似通ったことをこっちが提供したり逆に全く違うことを意識的にできたりとか、うん、っていうところもメリットですよね。なんかデメリットって感じるところあります？デメリットですか？もしあればずっと働いていかなきゃいけない両方やるからね暇がないそっか確かにウォーミングアップ練習トレーニング治療、はい、まあバイケースバイケースでさらにアディショナルで追加されることはあるけど、はい、ずっと一日中ずっとやってなきゃいけない、うん、トレーナーの闇に触れていくところになるけど確かになんかトレーナーすごい遅くまであの働いてるイメージが早く起きて遅くまで働いてるイメージがかなりあるんですけどそこどうですか？そうですね。でもそのこれメリットにもなるんですけどトレーニングだったり、実際の種目をやってる時だったり治療だったりっていうさっきおっしゃってたそのフィードバックが一つの脳みそで全部できるっていうのはすごくいいことだなっていうのは思いますね。一時僕の担当の選手フィジカルとメディカルで僕がメディカルでやっててフィジカルの人と話し合いながらやってそのフィジカルの人もすごく優秀な方だったんですごくこう話し合いをしながらうまくそれはそれでやれてたと思うんですけどまたそれとは違った良さっていうのがあの一つの脳みそでやる一つの脳みそで一人の選手を見るっていうのはすごくなんかやっぱりこれを二刀流でやってなきゃわからない気づきの部分っていうのが絶対出てくると思いますね。うん、やっぱり2つの脳みそでやるとどうしても 100% 分かり合えないもんね、うんうん、だから自分で全部見ることによってあここの治療の分でこうなってたのってトレーニングで言ったらここが問題だったんだとか、うん、なんかそういうところでつながってくる部分がある。そうですね、うん、2人でやるよりも1人でやった方がそういうところが分かりやすかったりする。そうですね。なんかこの張り感とか僕らってこう手で感じる張り感こういう張り感こういう張り感こういう張り感ってなんか日によってすごく違いを感じるけどそれをフィジカルの人に伝えるのって結構それも難しかったりとかするけども、うん、自分でこういうことをやらせたらこういう張り感になるんだとかこういうことをやらせたらこういう張り感になるんだとかなんかちょっとしたそういう違いっていうのを、うん、なんかこの言語化できない感覚が全部ちゃんと自分で得られるっていうのはポイントだと思いますけどね、うんうん、報告書とかじゃ絶対書けないよ、ね、うん、確かにいくらこうミーティングで話したりとか、うん、報告書やり取りしても伝わらない部分は絶対あるよとだと思いますね、はい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 、ということはちょっと質問移るんですけど、まあ、今後、まあ、活躍していきたいトレーナーっていうのは、まあ、この両方ともメディカルフィジカル両方ともできる必要があると思いますか？それは、うん、どうですか？あると思います。あると思います、はい、両方できた方が活躍しやすかったりとか、うんうん、まあ、活躍っていうとあれですけど、まあ、根底にその選手をその選手が思う理想像の方にあの導いてあげられるというかサポートしてあげるっていう意味では両方持ってた方が、まあ、助けられる頻度というか可能性というのは大きくなるんじゃないかなと感じてます、うん、どうですか？その選手から見た時にトレーナーが両方できなかったら、うん、ちょっとっていうような雰囲気ってありますか？でもこれ僕ね、種目によると思うんですよ。あ、まあ、確かに。例えばチームスポーツだったら僕もバラバラでもある程度いいと思うんですけど、うんうん、僕たちって一人の選手についていくっていうことはそんなに大きな規模で遠征に回ってるわけじゃないんですよ、うん、
そうするとやっぱり僕は両方できる人が一人ついてる方がもしかしたらいいのかもしれないし、大きなチームスポーツになったらでバラバラのスタッフでもいいと思うし、たださっきの二刀流であるべきかって言われたら治療しかやんないけどもフィジカルの人とやっぱ対等に話はしなきゃいけないから、うん、やっぱりできなきゃいけないと思いますね、うんうん、確かにね。サッカーの J リーグのトレーナーとかと話すと、うん、サッカーってかなり明確な区分けがあって、もうメディカルはメディカル、うん、フィジカルはフィジカルっていうところで、うん、まあ人数が多いっていうのもあるから、うん、もう場所を分けないともう回らなくなっちゃう、うんうん、まあ、だけどやっぱりそこがうまくコミュニケーションを取るためには、まあ、J の中でもこの共通言語を持ちましょうみたいなのを結構取り組んでるという話を聞きますよね、うんうん、まあ、ということは、まあ、自分が、まあ、メディカルでやりたいとかフィジカルでやりたいんだって思いがもうあるなしには関わらず、その両方知ってないとその選手のコンディショニングを整える上ではいいものを提供するのが難しくなっちゃうと、うん、少なくとも知らないといけないよってことですよね、うん、レビューできないというか、そうですね、まあ、そういう意味で、まあ、両方絶対持ってないといけないよっていうのは今後のトレーナーの像としてはそうかもしれないですね、うん、あとやっぱ思うのができないとやらないってすごい違うんで、うん、よく治療家でありがちなのが、まあ、僕はもう治療で全てを解決しますからって、まあ、本当にそれを解決してればそれでいいんですけども、うん、その人はだから僕はトレーニング指導はしません、でも彼を見たらすごくひょろひょろで、実際にじゃあ君はトレーニング指導もしやるとしたらできるかどうかって言ったら、いや筋トレって僕したことないんでみたいな、うん、でもこれってちょっと違うじゃないですかニュアンスが、うん、だからやっぱりなんかね、そのできないのとやらないっていうのはまたちょっとその思想の違いもあるんで、うんうん、まあ僕はでも治療だけしかやらない人もちゃんとその治療家は自分の体を使ってちゃんと自身のトレーニングをしてみるっていうのは必要なのかなとは思いますけどもね、うん、うん、確かに無関心じゃいけないんです絶対、うん、お互いの分野に対してはね、まあ自分がやってみることによってね、なんか必要だなと思うこともあるだろうし、うん、うん、まあ、こういういいところもあるんだな、ただ僕はスペシャリストとして仕事は治療だけにしますって、そこでそうなるんだったら別に僕はそれはそれでいいと思いますけどね、うんうんうん、はい、ありがとうございます、はい、あと今それがもしかしてスタンダードなものにもしかしたらなってきてるのかもしれないんですけど、その二刀流と言われるような状態が、はい、ただもしかしたらそれは今度は三刀流四刀流みたいな時代がやってくるかもしれないと思ってますよ僕は、うん、あのそれはもしかしたら栄養の部分のスペシャリストとして3つ持ってる、うん、もしくは、メンタルの部分っていうところでの、まあはい、三刀流っていう方とか、そういった部分がいろいろまた枝分かれしていろんなジャンルスペシャルな方っていうのが出てくるんじゃないかなとも思ってるの で、 そうです、ね、はい、今からトレーナー目指される方はそういったところも念頭に入れて、うん、学校で学ぶ、まあ、アスレチックトレーナーであればいろんな学科、まあ授業があると思いますけど、その中でも自分が興味あるものに関してはよく勉強したりとか、さらに上のライセンス取ってみようとかっていうそういう試みも必要じゃないかなと。確かに、はい、今そういうなんかいろんなところの知識を持ってスペシャルな自分だけのものを提供するって人は結構増えてるなと思うんですけど、はい、ちょっと次の質問とも関係してくるんですが、最後の質問なんですが、はい、まあ、今二刀流三刀流、うん、トレーナーとしてなっていくためにっていう話だったんですが、そうなるために学んどいた方がいいことってどんなことがありますか。まあ、今栄養とかね、そのコーチングみたいな、そのメンタルトレーナーみたいなところありましたけど、そういうところ以外にも何か学んどいた方がいいぞっていう、活躍するためには活躍っていう言葉がすごく気になるんだけどもまあ活躍っていう言葉すごいもやっとしてますけど、なんですかね、まあ一個学生とか、うん、まあ、あとは一般のトレーナーの人が目指しているところって、うん、例えば日本代表のトレーナーとか、うん、っていうところを目標にしている人って結構多いと思うんですよ、うん、まあ、いわゆるこう最前線の場所っていうところを目指している人がいると、まあ、そういうところで、まあ、認められるようなトレーナーになるためには、うん、どういったことを勉強しておいた方がいいかなっていう。なるほど。僕が一つ大事にした方がいいなと思うのはコミュニケーションですね。あ、コミュニケーションですね。はい、ちょっとそれは学校では習わないかもしれないですけど、やっぱり、まあ、チームスポーツにせよ個人スポーツにせよ大事になってくるのは選手とのコミュニケーションになってくるので、どの選手にもやっぱり
コミュニケーションを取れてですね、いろんな情報を自分でしっかりキャッチして、それを次にまた生かしていく。それは横のつながりでもスタッフ間でもそうだと思うんですけど、いろんな方々とそうやってお話をしたことをまた吸収して次に発展させるっていうことができる能力っていうのはすごく大事なんじゃないかなと。コミュニケーション、コミュニケーション能力すごいですもんね。いやいやいや、もう全然足りないですよもうレベルがここまであるとしたらここですから、ね、もうこれですよ、これがすごいんですよ。謙虚さ、大事だよ、謙虚さこれで渡り歩いてんだから、もう俺ですごいですから、うん、はい、もうペコ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 してますから。いやもうね、歩いてたらもう朝霞さんみたいな感じで、本当にみんなとめちゃめちゃフレンドリー、すぐフレンドリーになるっていう、これすごい能力ですよね。いやいやいや、私絶対必要な能力だなと思います。まあ人生保ちもっていうところなんですよ。でも本当にあの学生時代からこのお二人には僕もすごくお世話になってて、いろんな実習にせよいろんな活動の場でまあいろんな話ができて、目指すところがあって、そういうところに一緒にこう向かっていってですね、今こうやって一緒にお仕事してるのもすごく感謝っていうか、すごく嬉しいことの一つ。前回に引き続き褒め合って終わるような感じの流れが。いやいや本当に、はい、はい、じゃあどうですか。まあ今ね、謙虚さって出たんですけども、例えば日本代表のトレーナーをやってるけれども、僕は選手は日本を代表する選手だけど、僕は僕のことを別に日本代表するトレーナーだとは思ってないし、実際にそうではないと思うし、だからもうたまたま自分はこの位置にいさせてもらってるけれども、全然足りてない、もっとやんなきゃいけないことはあるし、もっと学ばなきゃいけないことはいっぱいあるから、常にそれを吸収していくっていう、そういう姿勢っていうのはすごく大事だと思いますね。意欲ですよね、意欲は大事だと思いますね。本当にそうなんですよね。もう常にあれ学ばなきゃ、これ学ばなきゃみたいなところ、貪欲な人たちがやっぱすごい多いなっていうふうに思います、うん、はい、ということで、はい、はい、今日はですね、はい、トレーナーの二刀流についてのお話を、はい、してもらいました。僕らはこの数十本返してもらいたいということで、まあ今後ですね、はい、トレーナーをやっていく目指す方というのは、やっぱりトレーニングも治療も両方とも勉強して、それだけじゃなく3刀流4刀流っていう風に今徐々にトレーナーの中では変わってきているので、自分だけの強みを得るような形を目指してもらえれば、いいんじゃないかなということですね。頑張ってください。はい、じゃあ今日はこれで終わりたいと思います、はい、ありがとうございました。ありがとうございました、はい、それでは皆さん、大事にどうぞ。大事どうぞ。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。このチャンネルで体リテラシーが上がったよという方は、チャンネル登録、高評価、グッドボタンをお願いします。また SNS でも健康情報を随時配信しております。そちらも合わせて登録してください。大事にどうぞ。